薬剤師との共同開発から生まれたカシオの薬剤師電卓登場。調剤業務でこんなお悩みありませんか？専門的で複雑な計算が不可欠、ヒューマンエラーの防止が必要、業務負担軽減のために効率化は課題。カシオの薬剤師電卓は業務の効率化をサポートする機能を搭載。薬剤師業務に役立つ専用計算キーで一般の電卓よりも計算が簡単に。キーを押すごとに計算機能が切り替わります。携帯に便利なポケットサイズ、さらに抗菌加工で衛生面にも配慮しています。対話型計算表示でこんなに簡単。男性55歳、体重 70kg、 SCR0.85mg パーデシリットルのCCR 値を計算する場合、腎機能計算機能を使用すれば操作回数が少なく CCR 値が求められ、さらに EGFR 値も計算できます。成分量 150mg、 濃度 10% の漂量を計算する場合、力化計算機能を使用すれば簡単に漂量が求められます。1日3回、1回1錠、30日分処方の薬が1シート14錠の場合、あまり計算機能を使用すれば頻度の高い係数調剤も簡単にシート数と錠数が求められます。2020年12月25日28日分処方の次回来局日を予想したい場合、日数計算機能を使用すれば次回の来局日が簡単に求められ、在庫管理にも便利です。カシオの薬剤師電卓があれば、複雑な計算も専用計算キーでスムーズに。簡単操作でヒューマンエラーの削減をサポート。計算時間を短縮し、業務負担を軽減します。カシオの薬剤師電卓は、調剤業務の複雑な計算を簡単に。業務の効率化をサポートします。